はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのはレスキュー HQ というゲームですね。これはね、一言で言うと消防署とか警察署を作るシミュレーションゲームですね。面白そうですね。早速やっていきましょう。ニューゲームです。はいはいはい。さあ、彼がね、いろいろチュートリアルとして教えてくれるよって言ったことですかね。一番最初は、消防署を作りなさいということですね。ちなみにね、このゲームのタイトルであるレスキュー HQ の HQ というのはヘッドクォーター、つまり本部っていう意味ですね。だから消防署とかね、警察署の本部を作っていくっていうようなゲームになるでしょうか。はい、最初は何やら、とにかくですね、消防署のためのファシリティですね、設備を作りなさいと言われました。一番上から見てみようか。これは通路ですね、コリドーですね。すでにこれはもう設定されてるからいいのかな。続いてオフィス。お、これですね、消防署のためのいわゆるこの人材採用デスクみたいのを作れと言ってるんでしょうか。これがないと人をね、採用できないよってことだと思いますね。じゃあここにポツンと置いてみようか。こうやるとこういう感じでね、なんか材料が置かれて、これが後々溜まっていくとデスクができるといった感じでしょうかね。はいはいはい。ん？椅子なんかもあるんだ。椅子でもさっきついてた感じがするよね。ほら。さあ、それでこの人が採用を始めるのかな。それでどん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 ね、スタッフを増やすといった感じかな。ユーティリティ続いてか。これはロッカーですね。すでにロッカーはあるから大丈夫かな。で、エアタンクストレージ、はい、じゃあこれちょっとどっかに置いておきましょうか。これは酸素ボンベだね。酸素ボンベの置き場といったところでしょうか。続いてこれはエアタンクをリフィルするやつですね、酸素を入れるね、やつですね。じゃあここに置こうか。はい。で、続いてガレージに移ると、おー、ここでガレージ設定ができるのか。わかったぞ。じゃあここを大きくガレージにしていこうか。ドッツンとね、こんな感じですね。で、これがベーシックのファイアファイタービークルですね。いわゆる、消防車ってやつですね。1万円かかるんだね。かなり高い。おっと、大丈夫？これだとここにね、誰もクルーが入れないよって言ってるね。じゃあクルーが入れるようにここだな。おいしょ。ここにこういう感じで置いておくよね。はい、扉を設定しました。これでクルーが入れるはずですね。さすがに車を買ったんで、このね、インストレーションっていうのかな、設定までにかなり時間がかかりますね。ちなみに今は初日ということですか。はい。そしたらば、このチュートリアルのおじさんと思ったら、まあ市長なんですね。今は、まあ国民のね、休日なんで、花火をね、やる人たちなんかも増えているんで、それによってね、火事が起こりやすいぞっていうようなことをさっき言ってましたね。じゃあ、そろそろ完了ですね。よし、できた。これでいけるのかな？多分、どうやらイマージェンシーということで、どっかで火事が発生したぞということなので、メンバーをね、アサインして連れていけということですね。これによって成功するとお金と、名声みたいのが入るんでしょうね。じゃあ3人ぐらい連れてきる？このビークルにして、酸素ボンベは入ってんのかな？じゃあ3人で行ってくれ。ゴー。一人残る感じだと思うけど。さあ、みんな準備して、こういう感じだね。結構ね、ズームもできるんですよ。こんな感じで。ね。面白い。で、行ってこいと。お、特にここをこう通るわけじゃないんだね。ちなみに街はこんな感じですか。後ろにスタジアムがあるんだね。ただね、これ以上はいけないって感じですね。あと森がある。うん。お、戻ってきた。で、この人は何やってるかっていうと、このね、酸素タンクに酸素を入れてるんですね。はい。で、ここを押してお金と評判をゲットしましたと。こうやってって稼いでいくんだね。さあ、ちなみに今はナショナルホリデーの期間中だからまだまだ火事が多いんだろうか。これは何だろう。ダメージか。自動回復してるような感じですね。はいはいはい。じゃあ続いてトレーニングエリアをセットアップしなさいと言われました。トレーニングエリア。これか。
じゃあどこにセットアップしようか。トレーニングエリアか。じゃあここにしてみる？こういう感じで。どうだろう？よいしょ。ね。で、扉をつけなきゃやっぱり怒られちゃうよね。今度はこれはアンロックしてみよう。これはバケツをこうリレーするような訓練設備っていうのおかしいよね。これ面白いね。バケツを左から右に運ぶ訓練のトレーニング器具みたいなもんですね。はいはい。はい、やった。よし、2個やったよ。さあ、これで新人はここでね、訓練をできますよと。なんでかっていうと、新人はね、現場に連れてっても基本的に役に立たないと言ってますね。で、これ面白いのが、今度ナイトシフトに変わるんですね。さっきまでは昼の人たちですね。続いて夜の人たちがここで交代ですってことを言ってます。お、これが夜の人たちで、昼の人たちは帰りますと。はいはい。じゃあ続いて、ガレージを見ると、お、新たなビークルがアンロックできますね。これはウォータータンクが備わった、あれですね、消防車。で、これは、お、はしごが延長できる、すごい大きい車ですね。ガンガンこうやってアンロックしちゃっていいもんなんでしょうか。はい。で、続いてトイレとか、あとはシャワールームなんかを完備せよと言われてますね。これか。これだね。お風呂場系。そうか。こうやってトレーニングルームを作ったからお風呂場もね、必要だよってことかな。じゃあ、こんぐらいでいいかな。じゃあ、これで、ここと、トレーニングルームのここでお風呂場に行けるようにしましょうか。シャワーですね、最初は。なんかプリズンアーキテクトみたいなね、以前私もプレイしたことがある。そんな感じがしますね。トイレ、こっちひっくり返してみようか。こっちにして、ここかな。おいしょ。おいしょっと、2個でいいかな。で、続いて洗面台っていうの。ここ、1個でいいかな。喧嘩するかな。2個にしよう。よいしょ。ね。さあ、この人入ってきたけど、シャワー浴びるのかな？どうなんだろう？服を着替えるような様子はないですね。ちょっとここまでやった感じだと、印象としてはなんか荒削りな感じもしますね。人の動きがいまいち読めない。ちょっとロボットチックな感じっていうことですかね。さあ、ハイアリングデスクを、作ったんで、定期的に、志願者がね、来るんですね。はい。さあ、この人をね、入れますかということで、7ゴールド的なものがかかるのかな？じゃあ入れましょう。はい。あ、昼シフトにしちゃったかもしれない。割り当てたかもしれない。まあいいか。で、3時間以内で、これを火を消し止めようということですね。また3人ぐらい連れていく感じでいこうかな。よいしょ。はい、行ってください。まあ、基本的にこうやって、バシバシね、緊急の指令が出たら行かせると。で、行かせる理由としては、やっぱり街を守ると同時に、名声とこのお金を稼いでんだろうね、要はね。続いて、食堂を作れ、的な感じでしょうか。キッチンあった。じゃあ、キッチンを作ろうか。ここに作る。よいしょ。ちょっとね、デカめですね。さあ、じゃあ、キッチンはここ。ね。いきなりこっから来れるっていう感じは嫌だよね。よしよし。じゃあ、冷蔵庫置きましょうか。みんなね、力仕事なんで、冷蔵庫3つ。お、なんだ？なんか、マフィアのイベントが発生しましたね。マフィアのボスがなんか裁判にかけられるみたいな感じですね。護衛を頼まれてるのかな。ただ我々は消防署なので、いまいちその機能がなさそうですね。基本的には警察署も作れるんで、なんかポリスオフィサーとかね、スワット部隊をね、設定して護衛をね、つけろっていう感じですね。暗殺とかを恐れてるのかな。わ、みんなこれで一気にご飯を取った。そうか、お腹も空くってことだよね。じゃあ続いてベッドルームをね、作っちゃいますか。この勢いで。どこにある？ん？ベッドルームか。ここの裏にしようかな、ちょうど。よいしょ、仮眠室みたいな。ね。おいしょっと。で、じゃあベッドルームを。お、入れないぞと言われちゃった。そうかそうかそうか。扉がないんや。
よし、3人。まあいいか、ベッド3つ。全員が全員寝られたらね、困っちゃうからね。さあ、戻ってきました。はい、お疲れさんと、これでお金がゲットできましたと。レピュテーション、つまりね、知名度を200集めろと言われましたね。今70か。そういうことだね。知名度を増やすにはもう少しビークルを買いますか。多分そういうことだと思うんだよね。ほいほいほい。さあ、じゃあガレージを大きくします。ういしと。こんぐらいかな。あ、でかいでかい。どうしようかな。ラダーよりも、これかな。ウォータータンクがしっかり入ったやつ。これをやろうか。ね。もしあれだったらラダーのやつもやっちゃってもいいかもしれないね。少し大きくして、どうだろうか。思い切ってやっちゃおうか。そんな大きくできない？こんぐらいだよね。で、これがラダーだよね。ちょっと大きさ比べてみるか。でかい。やっぱ一番ラダーのやつが一番でかいんだね。さあ、昼のシフトに戻りますと。まあ人がわちゃわちゃしてるんだけど、基本的にみんな服着替えてないと思うんだよね。はい、待ってました。火災イベントですね。1、2、3で1つで、これでいいんじゃないの？さあ、行ってもらいましょう。はい、みんな準備して、酸素タンクを持ってってんのかわかんないですけど、これに乗りましたね。そうだよね。まだこれしかないんだもんね。早く作られないかな。多分、車がもっと増えれば、イベントの発生率も増えると思うんですよね。効果、不効果。はい。さあ、なんか、お祝いがスタートしたらしいですよ。よし、できた。どうなんだろう。ちゃんと行ってんのかな、向こうには。ちなみに、早送りもできますよ、といった感じですね。はい、できました。ね、まだ初日なんだね。初日のしかも10時。午前中ですよ。あ、寝てる寝てる。やったやった。ゲットですね。はい。200まではちょっとほど遠いかな、まだ。頑張りましょう。お、と言いつつ、早速来ましたね。また3人にして、どのビークルがいいんだろう。なんかこれでも、あ、全然いいじゃん。すごいなんか、100超えたよ。だから、素早く、評価いいんじゃないかな。お、早い早い。すごい、あ、ちょっと待ってね。早いけど、大丈夫か。よいしょ。あ、そうか。一定人数必要なんだ。おー。これいけんのかな？行ってこい。さあ、レピュテーションゲット。ちょっとお金とレピュテーションが欲しい。ね。行ってください。あと60欲しいです。よしよしよし。まあ、微妙。あと5必要だね。さあみんな、早送り。よいしょ、ナイトシフト。ちなみに見てこれ。すごいよね。はい。じゃあ、来ましたね。じゃあまたちょっと3人ぐらいで、結構激しい火事なのかな？酸素ボンベも増やしてきますか。お。よし、これでいこう。大ごとかな、火事は。三つで行きますよ。まあでもね、基本的に消防車一台で行くってありえないよね。複数の消防車で行くからね。さあ、これで行って戻ってきて、ゲットですね。やったね。よし。お、続いて、あれですよ。警察署をね、ここに建てられると言ってます。このゲームはね、面白いのはね、消防署も建てられるし、警察署も合わせて建てられるし、確かね、病院もね、くっつけて建てられるんですよ。なので全部合わせてレスキューなんですね。はい、今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね、続きが見たいっていう方がいらっしゃったら、ぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。そして普段はね、Twitter で情報発信してますので、そちらもチェックしてみてください。それでは。